学をしぶつな昔はナビは偉大ですわ本当に。今回だから そうかその時も話してなかった。高速道路で東名高速道路走った時にナビが古いんですよね、乗ってる車、プリウスなんですよ乗ってる車ね、プリウスのだいぶ古いやつですよ。2010年ぐらい前のやつですよ。2007年ぐらいの車、もっと前か、2005年ぐらいのプリウスかな。それまでプリウスはなんか普通の乗用車みたいな形をしてたんですけど、プリウスがモデルチェンジして、ちょっと卵型っぽくなった頃のプリウスです。その頃もう予約が多くて、納車まで1ヶ月以上かかるみたいな、そういう人気あった時期のプリウスですね。いわゆるデカプリオ、ディカプリオが、プリウスに気に入って3台か4台ぐらい大人買いしたその時期のプリウスです。多分今ディカプリオもっといいプリウスを持ってるかもしれませんけど、そんなディカプリオが気に入った頃のプリウスの型を持ってるんですけど、その型式のやつを持ってるんですけど、そのプリウスのナビが多分本当にその2005年とかの頃の情報なので、新東名高速道路もできてなければ、途中の伊勢湾岸道みたいなところもね、できてないですよね。そんな時期のナビなので、全然役に立たないですよね。だから、車載用のスタンドみたいなのを買いまして、車載スタンドに今使ってる携帯を乗せて、運転してたんですよね。車のナビが当てにならないから結局携帯の Google ナビを使うしかないという状況で、Google ナビを見ながら、なんとかね千葉へ走っていきました、だからナビは偉大だなと思いましたね。ただその Google のマップのやつはね、こう融通が利かないというか、道案内が独特すぎるんでね、なるべくこの距離と時間を早く着くようにっていう計算で、ナビしてくれてるんですけど、そこがね、わかりづらかったですね。なんか帰り道ね、首都高を通って帰ってくるんですけど、首都高を一旦降りてもう一回乗れとかね、なんかそういう謎の謎の案内されました。一旦降りて一般道行って、一般道を1キロぐらい走ってからもう一回首都高乗れとかね、そんな案内されましたね。まあその区間、高速道路自体は混んでて、一般道は空いてるっていうところだったんで、まあ案内としては正しいんでしょうけど、なるべく早く使わそうとするならば、その道案内は正しいんでしょうけど、なんかそこら辺のナビがね、独特でしたね。こっちかな？こっち行ってみよう。なかなかその独特なナビで、戸惑いながら、なんとかね、首都高を着きました。首都高を走って、なんとか東名高速道路まで行くことができました。で、途中で通った道がね、なんかよくわかんないんですけど、渋谷線ってとこだね。すごい地下を走るところなんですよね。地下をね、多分ね、十数キロぐらい走ったんじゃないかなと思うぐらい走るところなんですよ。急に
あの地下に潜りまして、だんだんもうずっと坂道を下っていく感じぐらい、すごい降りてきまして、で多分地下のそこそこ深いところに至って、そこからなんか渋谷線みたいなところを目指すんですね。全然よく分かってないんだけど、本当に必死でとりあえず東名高速道路をと必死で必死で運転してたので、よく分かってないですけど、その渋谷線みたいなところ行く時にすごいくるくる回りながら、地上へ出たというところ、そこもちょっと渋滞してたんですけど、そこをくるくる回りながら、上り坂をくるくる上りながら、地上に出て、そこから東名高速道路を目指したんです。その地下走ってる間ってね、携帯のナビって GPS 全然反応しないですよね。ちょっと待って、今この道で合ってる。GPS が全然反応しないので、すごい大変でした。分岐があるんだけど、この分岐をどっち行っていいか分からないと。で、GPS も反応しないから、分岐どっち行けっていうのを案内してくれないと。自分の勘です。自分の勘と、その速度で走りながら、とりあえず流れ、高速道路の流れに乗った速度で走りながら、看板を読むってね、そのことをしながら走ってましたね。必死でしたよ、だから本当に。うん、高速道路の流れを止めないように走りながら、うん、大変でしたよね、あれは。GPS だから そこだよね。そこでやっぱり車のナビはいいなと思うんですけど、車のナビやったらなんとなくで補足してくれますから、あの一応ね、 GPS 読めなくても速度と兼ね合わせて大体の位置を補足するから楽なんだけど、うん、そういった点で言うと、携帯のナビはまだまだかなと。すごい変な案内するしね。すごい変な案内するし、GPS 信号が途切れると、位置情報が取れなくなっちゃうと、急にパニック状態になるよと。こっちもね、こっちもパニックになるよという状態になっちゃうんですよね。ずっと東こっちやな。現在地ちょっと見ます。あ、マウンテンステート来てる。もう国境あたり、ここら辺来てんのかと思ったら、結構こっち上上がってきてたんですね。いい感じのとこも来てるやん。こっちを行くかやな。行ってみるか、とりあえず。なんかくるくる回ってるんじゃないかっていうところでもあるんだけど、よくわかんないな。まあでもあのスタンド買ってよかったさ、携帯のね、携帯用スタンド。なんか見たことあるような気もするんだよね、こう。こんなカーブなかったっけっていう。いいわ、でもこの暗い夜月だけが出てる感じは美しいですね、景色がね、やっぱりね。この岩がこうトンネルになってるみたいな、そういうところ何回も通ってるような気がするんだよね。外周をくるくる回されてんのか。で、携帯のスタンドからちゃうな。携帯のスタンドから音は出せない。Bluetooth スピーカーがないんだよね、ジョンプリスね。Bluetooth スピーカーがあれば、携帯から Bluetooth で音を飛ばして、みたいなやり方できるんだけど、これぐるぐる回ってんの、マジで。こんなんあったぞ。分岐でこんなんあったぞ。ちょっと、マップ見ましょうか。ナビを使わないって言ってナビ使ってる。なんかほら、やっぱレースウェイみたいなとこ来てるやん。ほら、抜けなかん。あ、申し訳ないな。申し訳ない。こんなとこ出たいんだ。ここに興味はねえ。レース場みたいなとこ来ちゃったのかな。知らぬ間に。
理由分からんけど。さあ、この交差点をどっち行くかな。左行くとロスウェイ、右行くとカントセントリアルウッズになると。さあ、じゃあとりあえず朝日を見ましょう。お腹がキュルキュルなる。こっちが太陽だから右行きましょう。セントラルウッド、上方向を目指していきましょう。あ、スプラトゥーンね、スプラトゥーン2、やっぱ楽しみですね。何これ、歴史的建造物かなんかすごいな、ここ何なんすかこれ、これなんすか、すごいな、これ。この建物すげえわ。もうこれ以上動かれへん。ん、何これ。ラブホテルとかやったらびっくりするけど。え、絶対ちゃうわ、絶対ちゃうわ。すごいな、この建物。絶対ラブホテルじゃないけど、これラブホテルやったらすごいな。違うんでしょうね。すごいな、これ。歴史が伺える。そんなところでした。を抜けて、スパトゥーン2の先行試写会前回ありましたけど、あれやっぱ楽しかったですね。やっぱあのバリアは偉大だなって思いましたね。スプラトゥーンの1の頃の若葉シューターについていたサブウェポン、じゃあスペシャルウェポンバリア、あれは本当偉大だ。結局だからスプラトゥーンで若葉シューターしかほとんどやってないんですよね。やっぱ不意に敵に見つかることが多いから、気づかないうちに敵に狙われてるってことが多いから、ここでねいつでも発動できる、いつでもっていう、まあスペシャルウェポンだからゲージ溜まってないと使えないんだけど、そうやっていつでも使えるようにストックしておけるものなんでね、ゲージが溜まるようにね、でも置いとけるもんなんで、それで使えるっていうのはありがたいですね。バリアがね、敵に見つかっちゃったわって思って何発か撃たれてもすぐ気づけばそのままバリアできるっていう、そして仕返しができると、倍返しだっつってね、仕返しができる、そこがやっぱ武器の魅力でしたね。バカバシューターね、パワーシューターだから、あのそんなにレートは高くないし飛距離も良くないけど、ここは安心して打てるんですよね、バリアがある。さあ、おそらく僕の目的であるセントラルウッズが右側にある。そして日の傾き的には真後ろにあるどっち行けばええねー。サウス行ってみるか。あら、そっち行く、そっち曲がってく。これは東方向やで、大丈夫かいな、大丈夫なんかいな。この看板に騙されてる感があるんだよね。ノースかサウスしか書かないからややこしいんだよ。イースとかウエストをかけようっていう話だよ。またまたこの街並み。あれ？でもあんなでっかい建造物はなかったな。同じようなとこ戻ってきたかなと思ったけど違うっぽいね。すごいな、アメリカすごいわやっぱり。あら、でも街に来たぞ。これが、なんや、セントラルウッドってところかな。ごめんなさい、街に転がってる、ゴミ袋をこう、発
弾き飛ばしていいんですけどね、外させてますけど、ゴム袋を外させてますけどね。さあ開始2時間ですよ。2時間走って、この感じ、あ、まだ引いちゃいました。ああ、ちょっと現在地見ましょうか。この街の名前も気になるし。はい、現在地。サンタフェ来ました。見覚えあるな、なんか知らないけど。なんか見覚えあるなと思ったら。全然気づいてなかったけどね。サンタフェ来てたことに。サンタフェ来ましたね。サンタフェ行ったよね、確か。行かなかったっけ？宮沢りえの写真集ぐらいしか知らない。その話をしただけで言ってないかもしれないけどね、サンタフェね、うん、というサンタフェです。開始2時間でちょうど真ん中ぐらいまでは来た。じゃあ4時間ぐらいでゴールたどり着くかな。さあ行きましょうか、サンタフェです。音モードをしよう。こっち東だな。逆だわ。こっちですね。まあ話が飛び飛びになって申し訳ないですけど、まあ新しいハードを買ったっていう話をね、しましたけれども、完全にハマったな。あ、抜けた。いけるか。いきます。邪魔です。サンタフェの人邪魔です。あ、こっち。いけないか。この右に曲がりたいんですよね。こっちだと。出れないか、この町。この町から出たい。サンタフェから出たいです。セントラルウッズ、キャニオンランド、キャニオンランドか。サウス行ってみよう。グランドキャニオン行くんじゃないかな、こっち行っちゃう。グランドキャニオン行けば多分ロサンゼルスは近いです。ラスベガスからグランドキャニオン行ったからね、前回の時は。こっちっぽいですね。